こんにちは、サックス奏者の市川海です。いつも動画をご視聴くださりありがとうございます。今回は視聴者の皆さんの意見をお聞きしたくて突発的に動画を撮っています。まだ1ヶ月半程度しか続いていませんが、動画の内容を考える上で視聴者の方の声や考え、率直な意見として何を求めているのか、このあたりについて知りたいと思い、アンケートを実施することにしました。皆さんの正直な気持ちや悩みに向き合いたい、そしてもっと理解してもらえるような解説や演奏がしたい、そういう思いから今回の動画を撮っています。ぜひご協力よろしくお願いします。アンケートについては概要欄にリンクがありますので、そちらからご回答いただけます。サックス以外の楽器をやっている方でも OK です。最近はいろんな楽器用の練習動画も上げているので、そういう方もいると思います。そういう意味では音楽関係の習い事をしている方、そしてこれからしようと思っている方、またはレッスン系の動画だけで練習方法を模索している方にもお答えいただきたいなと思っています。また回答期限は特に設けていません。とはいえ一応数ヶ月ぐらいを予定しています。ある程度の数アンケートの回答が集まったら、その結果は動画にしてお話しするかもしれません。もちろん個人が特定されるような情報は出しませんので、そのあたりご安心してご回答いただければと思います。アンケートの方は一般的なものというよりはもうちょっと突っ込んだものを聞く内容になってます。これは皆さんの率直な意見や気持ちを聞きたいという面と、音楽教室や個人レッスン、またレッスン動画といったレッスン形式の現状、そして直面している課題や問題点について知りたいからです。僕は今チャンネルの収益化という目標を掲げて動画を更新していますが、違う視点の目標も持っています。それはサックスを演奏する方がより音楽を楽しめるよう、技術的初期段階のハードルをスムーズにクリアし、より音楽的な部分に意識を向けられるようにすることです。もうちょっと大きく言ってしまうと、サックスを演奏する方のレベルの底上げにつながることをしたいと思っています。これは動画を上げていく上での長い目で見た時の目標の一つです。ただこの目標は収益化と違い漠然としています。数値で測るっていうことも難しいです。しかし現状を調査して進歩するための糸口をつかむことはできると思っています。そしてこの現状を把握する上で最も大切なことが、情報を発信したり教えたりするというサービスの提供側の立場ではなく、動画を見たりレッスンを受けているサービスのユーザー側の立場に立つことだと思っています。そこで今回アンケートを行い、皆さんの意見を聞きたいと思ったわけです。ちなみに僕は以前音楽教師の受付のバイトをしてたことがありまして、そのあたりのシステム、良い点と課題についてはある程度把握しています。ですのでアンケートにお答えいただく際、一般的な大手音楽教師のシステムについては説明しなくても通じると思ってください。このようなサービスは顧客のニーズや時代、環境に合わせて変化していきます。基本的にはレッスンのシステムなども状況に合わせて進歩していくべきで、講師や教室側、システム面でのアップデートが必要になってくると思っています。そのためにはユーザーの声がやっぱり必要なんですね。実際このアンケートは僕自身が進歩したり成長するために絶対に必要な過程だと思っています。もちろんレッスン業界にとっても役に立つような発見があればいいなと思ってます。これだけレッスン系の動画が溢れている現状では、教える側も様々な工夫をしないとやっぱり生き残っていけないでしょう。広い視野、そして長い目で見た時、もし現在あなたがレッスンを受けているなら、その先生のためにもなると思って、またこれからサックスを新しく始めようという方のためにもなると思ってご協力いただければと思います。さて次にアンケートに答える上で皆さんに一つお願いがあります。このアンケートはサービスを提供する側の自分の視点がユーザー側である皆さんにどれぐらい寄り添えているのか、これを確認したいという狙いもあります。ですのでとにかく正直に率直な気持ちを答えてほしいと思います。正直じゃない意見っていうのはあなた自身のためだけでなく、僕や引いてはサックス界の今後のためにもなりません。ご自身の気持ちに正直に答えていただくことが一番役に立ちます。この点を踏まえた上でお答えいただければと思います。ここでお答えいただいた内容から自分の指導の仕方のブラッシュアップ、視野を広げていくなど様々な点で成長し、それを視聴者の皆さんに返していきたいと思っています。自分は今解説動画を作る中で、その内容を単純に伝えるというよりは具体的な練習の手順や方法を提供して、より確実に意図するものが伝わるようにしたいと思っています。そのためには皆さんと僕の感覚の違いを理解することが必須です。ただ一つの正解を探るというやり方ではなく、つまずきやすいポイントや疑問が生まれやすい箇所を把握し、
より多くの人がゴールにたどり着けるようにしたいんです。ですのでぜひアンケートの方ご協力お願いします。さてアンケートのお願いだけだと動画としての内容がちょっと薄いなと思い、以前コメントなどで質問をいただいていた僕の使用楽器についての紹介をしようと思います。まあちょっとしたおまけですね。それではどうぞ。それではおまけの使ってる楽器の紹介をしていこうと思います。今回はテナー、アルト、ソプラノの3つメインで使ってる楽器を紹介します。まずテナーサックスですね。これは今までの動画の中でもたくさん吹いてきているので一番見てもらってる、聞いてもらってる楽器になります。この楽器はですねバイキングのアコースティックバランス M40 という楽器で、以前目白にあるムートンスターに売りに出されていたのを買いました。ヴィンテージの楽器ではないんですけれども、ちょっとこうヴィンテージ的な味のあるサウンドがするっていうところが気に入って使ってます。ハイエッシャープキーがなかったり、ちょっとそういう部分もヴィンテージっぽいですね。そしてマウスピースは石森のトラディショナルジャズの7スターを使ってます。でリガチャーはボストンサックスショップのスーパーラティブブラスなのかな、ちょっと見た目が色が変色しちゃってるんでちょっと分かんないですけど。でリードはちょっと時と場合によるんですけど、今は赤ジャバの3番を使ってます。さて次はアルトサックスの方紹介しようと思います。楽器の方はヤマハの 82Z ですね。古いやつじゃなくて新しい方です。ネックだけ銀製のものに変えてあります。マウスピースはバンドレンの V16 の A6 という開きのもので、リガチャーはセルマーの、古いタイプの普通のスタンダードなやつですね。でリードがこちらも赤ジャバの3番を使ってます。僕は実はもともとアルト吹きで、大学を卒業した後ぐらいにテナーを吹き始めたんで、アルトを吹いている期間が一番長いです。前に使ってた楽器はヤマハの YAS875EX っていうモデルを中学校で吹奏楽を始めた時に親に買ってもらって使ってました。でこの 82Z は、この 82Z の新しいモデルが出るってなった時に試奏しに行って選んだものになります。なので結構ヤマハの楽器とは縁が深いですね。さあ次はソプラノサックスです。これは多分今まで動画にも出てきてないし、本当に最近実は出番もちょっと少なくて、かわいそうだなと思ってたところなんですけれども、これはヤマハの 82Z の銀メッキのモデルですね。でネックが一体型で曲がってるカーブドのタイプになります。だいぶ吹いてないんでちょっと変色しちゃってますけど、この楽器は昔バイトしてた楽器店で長期在庫になってたのを買いました。マウスピースはこちらもバンドレの V16、 開きは S6 ですね。でリガチャーもこれはバンドレのやつで、リードだけバンドレの ZG の3を使ってます。これは特別こだわりがあるというわけではなく、以前結構使ってた時にそれを使ってたっていうぐらいの理由しかないですね。でもせっかく紹介したので今後ちょっと使う機会を増やしていけたらなと思います。
さて、アンケートのお願いと楽器の紹介、ご視聴いただきありがとうございました。今後このチャンネルでどんな内容を扱うのか、そして皆さんが何を求めているのか知りたくてアンケートをしています。ぜひご協力の方お願いいたします。今回僕の楽器を紹介したので、もしよかったら皆さんの使っている楽器やセッティングもコメントなどで教えていただけたら嬉しいです。この動画を見てくださっている方がどんな楽器をどんなセッティングで使っているかっていうのは、ちょっとこちらとしても興味があるところではあります。なのでよければぜひ書き込んでいってください。またレッスンの生徒も募集しています。興味ある方はぜひホームページの方をご覧ください。次回の動画もまた見てもらえたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。